あれ取れちゃった。嘘。皆さん、おはりんじゃー。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回は、こちらの、クチュリエさんの、春だけで完成カラフルビジューのピンブローチの、19番、クロッカスのイリュージョンというデザインのピンブローチを作っていきます。これまでのカラフルビジューのピンブローチの動画は、概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。サリーのチャンネルでは、クチュリエさんや、セリアさん、ホビーラホビーレさんなどの手芸のキットや、ディアゴスティーニさんやアシェットさんの手芸の週刊パートワークものを中心に制作しています。興味のある方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、早速、今回のピンブローチ作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。はい、じゃあ今回の内容が、まずはいつものこのセット内容とかが書かれている紙が1枚と、あと今回はシルバーの台座、なんかこれゴールドの台座かなとデザイン的に思ったんですけど、シルバーでしたね。シルバーの台座が1つと、あとはこれがパープルのこの四角いカットストーンが 1,2,3,4,5,6 6個と、ここにあるちっちゃい丸のグリーンのカットストーンが1つ、それからリーフ型のカットストーン、黄色のやつが 1,2,3,4,5,6 粒入ってました。で、あと自分で用意するものとして、いつもみたいに台座を固定できるような穴を開けた適当な箱と、あとはカットストーンとかをつまめるようなこういう鉛筆みたいなやつと、あとピンセット、それから多用途接着剤、あとはあればこういうカットストーンとかを入れるお皿があると便利かなと思います。よし、じゃあ今日もサクサクと作っていきましょうかね。はい、じゃあまずはこの台座を取り出してあげて、この後ろのピンを取る。で、この箱の穴の部分にこのピンを差し込んで固定してあげたら、どれからやろうかな。どうしよう、こっちが2種類入ってるから、こっちからやろうか。こっちのイエローのカットストーンの方から開けて、で、ここ、すごい、要注意なんですけど、これ予備がないので、絶対になくさないように、ゆっくり入れてあげます。で、サリーおすすめの、多用途接着剤、デコプリ。なんか最近、名前が変わったらしい。これを、まあ、適当に出してあげて、で、今回リーフ型のやつを先に入れてあげるので、リーフ型のところにまずはデコプリを塗っていってあげます。3つぐらいかな。あんまり一気にやっても乾いちゃっても良くないので、そしたら塗ったところにこのカットストーンを置いていく。よいしょ。なんかさ、サリーさ、いつもこの鉛筆みたいなやつ使ってるんですけど、これの名前がね、いまいちよく分かってなくて、名前が分かる方、ぜひコメント欄で教えてくださると嬉しいです。そしてこれが取れない。これ、あ、待って、その前に塗ってなかったね。塗らないと。ここ塗って、こっちも塗って、最後も塗ってあげて、こっちでも行こうかな。よいしょ。裏表間違えないようにしっかりと置いてあげて、よし、こんな感じ。いいね、キラキラ、いい感じ。よし、そしたら
とは残り。よし、これも予備が1個もないので慎重に出してあげて、まずは真ん中からいく。いや、真ん中は最後にしようか。最後にしてこの四角いところからやっていこう。四角いところに塗ってはめていってあげる。おーっと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 、よし、こうかな。あれ、取れちゃった。嘘。ちょっともう一回塗ろう。え、ここ塗ったよね。塗ったと思うんだけど、少なかったかな。よいしょ、ちょっと、いや、ちょっと溢れちゃったけど、まあいいか、たっぷりめに。取れちゃうよりいいもんね。よし、じゃあ他のところも気持ちたっぷりめに塗ってあげて、それぞれ置いてあげる。うん、なんか最近シックな感じのデザインが続いてる気がする。クチュリエさんってさ、なんかすごい毎回デザインが多いから作り終わらない気がするんだけど、これはどれくらいデザインあるんだろうね。サンプラー刺繍はなんか普通に3桁とか言ってるけど。はい、じゃあこんな感じで今回のクロッカスのイリュージョン完成しました。じゃーん、見えるかな。こんな感じで今回のクロッカスのイリュージョン完成しました。キラキラ。なんか結構珍しい色の組み合わせな気がする。なんかパープルって言ってもなんかちょっとブラウンっぽい雰囲気のあるパープルだし、黄色も結構薄めの黄色なので、すごいシックな仕上がりになったんじゃないかなと思います。で、今回のこの子と似た系統のピンブローチってなると、今まで作ってきたやつの中だとこれとか、これとか、これとか、ここら辺あたりのデザインになってくるんじゃないかなと思います。じゃじゃん、並べてみても、おっとっとっと、滑っちゃった。まあ、並べてみても結構系統に似てて可愛いかなと思うので、ここら辺と合わせてあげるといいのかなと思います。はい、それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの春だけで完成カラフルビジューのピンブローチの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。サリーのチャンネルではクチュリエさんやホビーラホビーレさん、セリアさんなどの手芸のキットや、デアゴスティーニさんやアシェットさんの手芸の習慣パートワークものを中心に制作しています。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメント本当によいしょありがとうございます。本当にとっても励みになっております。それではまた次回の春だけで完成カラフルビジューのピンブローチの動画でお会いしましょう。今回は間に合ったサリーでした。バイバーイ、また見てねすごいモリモリだけど主役はこの子ですすごい集まったら可愛い。はーい、バイバーイ。